はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パフィーと申します。今日もファイナルファンタジー3プセルリマスター版ですね、こちらの方をやっていきたいと思います。今突然なんですけど、まあ変なとこいるんですけど、まあインビシブルでですね、まあ、やってきた場所なんですが、冬大陸ですね。で、冬大陸に2箇所なんですけど、まあこれもっと後来てもいいと思うんですけど、まあ少しレベル上げしてたのと、まあ、宝箱だけとりあえず回収しちゃおうかなっていう感じで、まあ実はここはまあ、なんだっけ、召喚獣ですね、がいるところなんですけど、まあ召喚獣はね、ちょっと最後に、まだちょっと太刀打ちできないと思うので、なんですけど、まあ、先に宝箱だけね、ダダッと回収して帰ろうかなと思ってます。もう一箇所あるんですけど、そこもですね、まあそれで行きたいと思います。まだ冬大陸実は行ってない場所があったんですね。まあトーザスのそばなんですけどね、実はここがインビシブルで、この右側が越えれて入れる場所です。まあ早速行きましょうかね。まあここでちょっとレベル上げとかしてました。ここそうですね、まあ名前のまんまです。バハムトの洞窟なんですよね。で、まあ敵も結構強いんですけど、割と物理によって、出るのが多いのかな。2階に行くとちょっと石化するやつが出た気がするんですけど、まあ1階でずっとうろうろしてたので、まあこの辺りでね、経験値とかお金稼いでました。まあそんなにレベル上がってないですけどね、まあ、こんな感じで割とね、この構成が結構やりやすかったですね。ただね、痛いんですよね。回復がいないのでどうしてもね、結構もらいますけど、まあ、結構この空手家2の構成は、ただステータス上見てもらうと、こんな感じです。体力58と47なんで意外と差があるんですよね。でちょっと見たらナイトと空手家は一緒だったんですけど、まあ一応今順番ちょっと変えてますけど、まあ下にいたイングズですね、上2人戦士系、下2人を魔法系にしようかなと思ってるので、まあ多少ヒットポイント差開いてもいいかなっていう感じで、ちょっとこれでやることにしました。まあ、あんまり考えずできて楽っちゃ楽なんですよね。おお。これでも縦2枚構成でこれですからね。強いですよ、ほんと。まあ言っても500削られましたからね。大丈夫だよね。こんな感じなんですけどね、まあ、最強だとまでは言いませんが、まあ、それでもかなりの硬さなんですけどね。まあ、結構こういうところで手に入れたものって後でその装備品とかが特に多いんですけど、いやもう遅いわっていうことも結構あるので、まあ、せっかくなんでね、ちょっと宝箱は早め早めに回収するのが結構好きですね。ナイス。結構こう見るとヒットしてるんですよね。8回ヒットとかもらってるんですよね。これは強いわ。ああ、ちなみに裏でやってる時は多少やってます。ブーストはね、経験値はあんまり、今回は一度も経験値ブーストしてないですけど、ギルは何度かブーストしてますね。まあ、今は普通にやってますけどね。まあ、この辺りは確かに便利な機能ですね。自分でこう嫌味がない程度に調整できるのはすごくありがたいですね。武器とかがあんまり出ないですね。今消耗品ばっかりでゴーレムの杖出ましたけど、ゴーレムの杖はもう売ってるからいいかなって感じですね。うん、よいしょ。アッカス、ラミアの鱗、チョコボの見かりってなんだっけ。なんかちっちゃいフレアみたいなだったような気がするんですが、
あ、これでもう外出ちゃうんだ。この外出ると確かバハムト戦だったと思うんですよね。あ、こいつ嫌な感じがする。こいつ石化してくるんじゃないかな。魔法か、ちょっと怖いな。このヘビ系のやつはなんか嫌なイメージしかないですね。あのサロニアの地下といい、あ、虎鉄、虎鉄は嬉しい。エリクサーか、あんまり思ったほどすごいものはなかったですね。まあまあ帰りましょうか。まあ、ラッコの頭使ってもいいんですけど、ラッコの頭はインビンシブル内で売ってますね。お、まだあんまりお金は使ってないです。この後もう一箇所行ってファルガバードの洞窟やって物を買おうと思いますよ。もうレベル上がりましたね。何ですか今、やっぱちょっと早いかな。気がついた時くらいやっとくか。まあ、バイキングの装備はね、なんか持っててもいいような気もするんですけどね。しようかな。まあ、次ではおそらくレベル上がるでしょうからね。か、蹴りがね結構強いですね。でこれが多分熟練度依存してると思うので結構火力出ますね。下手な魔法より強いですもんね。まあ、こんな感じで気づいたときに、まあ、ちゃんとバイキングに変えておくと、やっぱりヒットポイントが遅れづらいというかですね。で、次、ここでしょう。バイキングに変えてあげて、ああ、そうか。まあ結局一番めんどくさくないのは全員バイキングだといいんですけどね。あ、全員バイキングだと結構火力出ないんですよね。バイキングは命中しなくて攻撃が、まあ、その辺は結構辛いですね。かなり命中率にばらつきがあるので。あ、間違えた。まあいいや、このターンはしょうがない。蹴りがないとね。あ、これもう入れちゃったな。もういいわ、このまま終わらそう。割と両手持つと当たるか。うん、まあでもね、多分殲滅できるほど強くはないですね。とにかく命中率が悪い感じですかね。ジョブでカラテカに直しましょう。外す。で並び替え、どうなのかな。これずっと後ろから蹴ってるんですけど、それでもいいような気がしますね。でインビンシブルに戻りましょう。まあこの後を考えるとね、虎鉄はすごくありがたいです。 OK、 割と短い洞窟でしたね。じゃあ一回戻りましょう。この多分下に出てくると思うんですけどね。どうかな。まあまたいずれもっと強くなってから来ましょう。まあもちろんね、ここで粘ればそこまでレベル上げることは可能なんですけど、もう一つはここですね。これ大丈夫だったよね。いろいろ越せるんですけど、まあ、この影があったじゃないですか。これの正体が分かりますね。じゃあ行きますか。大丈夫だね、行こう。まあまあ多分ね、脱出できると思うんだよなこれ。こうはなるんだけど、なんか出れちゃうんですよちょっと面白いでしょ。ドールの湖ですね。よし行きましょう。
ここは宝箱多いですね。あ、間違えた、こっちじゃないね。水彩系は結構強いですね。戦う、違う、引きつける、蹴り蹴り、 OK。 この蹴りはでも本当に助かってますね。フェニックス、この辺り結構集めておけば、また学者先生とかだと結構なダメージ出そうな気しますけどね。あの熟練度上げた状態での、あの学者のあのアイテムってどれくらい強いのかちょっと見てみたい気もしますけどね。あ、やっぱりね、そうなんかね、この系統はね、この石化のイメージがすごくあって、多分ねバイキングはあの盾の効果で耐性があると思うんですよね。まあいいか、アルクは、え、アルクこれで上がるんだ、状態上だからか、死んでるわけじゃないからか、まあまあ、あるんで、あるよね。この辺は物量ですよ。上側に行くと、まだ宝箱があります。え？いいね。割とでも溶けるでしょ、強いんですよね。で、基礎能力自体どうなんだろう、レベルとかじゃなくて熟練度依存だと思うんですけどね。いいですね、イージスの盾。ここはまあこれだから、ダブルイージスでもいいっちゃいいけど、あんまり防御力変わんないんだよな。いいね。まあこうなるとね、一番体勢的にも硬いバイキング狙ってくれるんで何の問題もないんですけど、まあまあいいか、まあ、この辺りはもう多少レベルで無理にこうバイキングに変えるっていうよりは気づいた時ぐらいで、カラテカも絶対ヒットポイント上がりはいい方なので。火力で言うと特にバイキングにする意味本当にないなと思いますけどね。上行って下かな。え？ハニさん、このデザインなんか好きでしたね。でもすごいなって思うのは、なんていうんですかね、天野先生って割とあれですよね、毎回違うデザインでモンスターのデザインとかされてたんで、それもある意味すごいなと思いますね。ヘンテコリンなモンスターがたくさん出ますけど、旅やっぱりデザインが違ってやっぱかっこいいっていうね、方向性があったりとかも面白いですし、デザインすごい好きでしたね。昔アマゾンのプライムセールで天野先生の何ですか、畳、障子1枚分ぐらいかなの絵を十何枚か売り出してましたけどね、全部で何億とか言ってやってましたけど、そのあれって誰か購入してましたよね。まあでも何ていうんですかね、面白いなと思って見てみたいなと思いましたね。どっか博物館とかで買って展示してくれたらいいのにと思いましたけど、まあ、日本が誇る奇才の一人ですよね。身内が一人あれなんですよね、天野先生の絵に見せられてしばらくずっと絵を描いてましたけど。あ、これはもうゴールかな、チラリチラチラですね。まあ、あそこですね、ゴールは。まあまあ、ちょっと戻りましょうか。これはちょっとさすがに、あれ使おうかな。ラッコの頭使いましょうか。へい。
でも結構経験値ももらえますし、まあ、割と安定する感じじゃないですか。作業的にはね、かなりやりやすいんですよ。まあ、欲を言えばバイキング4人が理想なんですけど、普段こう例えば魔法使いとか使ってて得なことっていうのは、まあもちろん戦闘はねすごく楽なんですけど、こういう感じで残るものっていうのがヒットポイント以外ないので、まあ、そういう意味ではやっぱりまあバイキング、そういう意味では最強ですね。残るものが他にないだけに。よし、まあ結構物量って言ってもまあそうですね、ハイポーションはあるとはいえ、まあ消費としてはこれぐらいですかね。まあだから普段やるときはもうちょっとねお金4倍にしたりしてやるので、作業的にはねそんな赤字出ることないんですけど、まああまり威張っていう話でもないですけどね。よし、では、行きましょうか。すみませんね、作業になんか付き合わせてるようであれですけど、まあ、ここはいずれにしてもちょっともうちょっと後ですね。まだ厳しいかなと思います。冬大陸はこの2箇所かな。で、ちょっと本堂に戻りましょう。ファルガバード行きましょうか。あとはね、どうだったかな、行ける場所で山越えしてスッと入れる場所で、アイテムとか取っておきたい場所っていうのはもうないかな。ここだね、ファルガバードは。ここだ。よいしょ。ここはですね、ちょっともうあれなんですよね、もう全部いわゆる増殖する敵なので不活なことできないんでね。どうしようかな。まあここまで稼いだんでね、魔剣士でいきましょうか。魔剣士がどれくらい違うかっていうと、前回見ましたかねこれ。一回寝るともう分かんなくなるんですけど、まあ、体力29、結構違うでしょ、半分ぐらいですね。ナイト系、戦士系の中では結構低い部類に入ります。ヒットポイントの上昇率ですね。アルクは白にしとくか。魔法は確か大丈夫でしたよね。レフィアを黒にするか。そうですね、黒がちょっと気に入らないなと思ってるのが実はあって、黒はね、あれなんですよね、なんていうのかな、高レベルの呪文がめったやたら一気に少なくなるっていうか、あんま呪文の使用回数が増えてくんないっていうのがちょっと辛いとこですね。風水師しようかな。ここにあれか。そう、余市の弓がかなり強いらしいんですけどね。かっけえな。そうか、あれでもに、そうだよね、使おっちまったな、今の張り切って使ってしまったか。まあいいか。最強。ああハイスシールド止まりなんだ。結構装備品はヘニヘニになりますね。あれないっけ。まあ、すでになっちゃった。これは良くないね。どうしようかな。ちょっと風水師で頑張るかな。ここは最強でいいでしょう。ここを最強にして、こっちを最強。これちょっと意外だったな。そうか、まあ行きましょう。まあ、とにかく厄介なのはあれなので、増殖なんでね。これ、なんでこれがあんだ？
昔魔剣士って使えてたんだっけ、白魔法かなんか、なんか使えてた気がするな。よし、まあ行きましょう。前回話は結構聞いてましたからね。どこだったかな、入れた気がするけど。脇道結構アイテム落ちてた気がするんだけど、どうなんですっけ。あったね。これでマップを覗いていくと、左側すり抜ける場所ないと。じゃあここだけか。なんだこの、この菊一文字にふさわしいものを探しておるんだが、お主たちに この男を倒せるかな。誰だ、忍者か、忍び。全切りが多分あのハドホじゃない、あの方で、あのなんだっけ、主人公が使ってた技もみたいな感じかな。これちょっとやべえかな。あ、やばい、すごくやばい、まずい気がする。どうだ、魔法いない、石化しないだろうね、ボスだもんね。わっ、うわっ、何10回ヒット、ちょっと待て待て、めちゃくちゃ強いぞこいつ。これダメだね、なんかよくわかんないけど全切りしてみるか。うん、やばいやばい、強い。これやばいな、何もやれることがない。しかもクソ強いなこいつ。いや、危なかった。まあまあまあ、結果オーラでしょう、こんなもの。いや、何にも準備してなかったから。っていうか、さすがにこの MP のことは分かってないとやばかったですね。結局一文字もらいましたね。一文字の方が強いです。鉄、これは両刀しましょう。あ、いや、ダメダメ。これで。結局こう下手こくとこの方がいいんじゃねえかって思うんですけど、こうだね、鉄でてっちゃん、アイスシールドしよっか。デモンズシールドとか売ってるんですけど、あとはまあこれちょっと後で気がらせましょう。ここにありそうじゃないですか、ここあるでしょう、ね、デモンズメール。結構ね、装備品が限られるんですよね。デモンズシールド OK、最強にして、で最強 OK、 これで少しマシになりましたかね。うん、であとはこの洞窟、ここじゃないよ、あの上の洞窟の中でちょっと回収していきましょう。多分それで装備品は間に合うんじゃないかな。しかし痛かったですね、びっくりした。装備品がね、どれも高い。出したレイズで大地の衣とか腕輪も持ってるから大丈夫と思ったんだけど、あんなに強いとも思いませんでしたね。
忍びはなんかそのうち出る雑魚だった気がするんですけど、あんな強かったイメージはないな。並び替えで、よいしょ、これでいってみましょう。余市の弓とかが普通に使えれば、なんでも増殖するだろうな、余市の弓じゃ。え、まずはこれからいきましょう。トラハンマーいらねえな。ふう、1、2、3、3つ。あ、答えが出ちゃうんだね。上から回収しに行きましょうか。あそこもちょっと気になるんですけどね。エスクロー、千切りってどんな感じなんだろう。戦う、いや待て、これは先にキック一文字でこっちを千切りにしよう。糖度使ってみるか。チケ、あ、ダメージはまずまず、さあ弱い、ダメか、火力なかなか。これはもう、あ、そっか、アイテムで、落石どうだ、なんだ412ダメージ、どういうこと、なんで、なんか自分が思ってた効果とちょっと違うんですけどね。回復しましょう。ケアールで、あ、言ってケアール、こっから一気に減るでしょ。 あんまりだから実際使えないんですよね。まあ、この係数があるんだとは思うんですけど、まあ、もう完全に行き止まりと。え、アシュラー、アシュラはね、コテッちゃんよりもう一個下かな。これはどうしようかな。シールド持ってた方がいいとは思うんですけど、コテッちゃんとアシュラ、まあちょっと多分時間かかりすぎると思うんで、二刀流でいきましょう。戦う、前期って強いのかな、熟練度上げたら強いのかもしれませんね。おっ、やっぱ怖いな、うわ強っ、一気に火力上がった。ダメージもあるんだ。 OK だけど痛いねもう死にそう。どうしようかな、やっぱり危ないか。イングズだけあれしましょうかね、コテッちゃんの二刀流にしましょうか。まあ、どうせペラペラだから逆の方がいいのかな。まあいっか、よしよし、いやもう火力がおかしい、強い。これ今度はあの暗黒の洞窟かな、ここはもっとひどいですからね。ついでに430ダメージはでかいな。これは即死系か、ナイス、いいよ。でも行っちゃいかったかな。デモンズメールだ、これで。ハブとかないの痛いな、ほんと。あ、これは源氏系になるんだっけ。じゃあこっちも行ってみるか。うわ、いって、あーでも片手で、いやでも倒せない、1500で。マジか、ナイス。いけないか、
じゃあ一応ここのファルガバードで回収できるのはこれだけか。一応これから行く暗黒の洞窟にも、ちょっと待って、なんかこうめって当たるとウイルスバスターが仕事しましょうかって言ってくるんですけどね、せよっていう話でね、仕事始められるとさすがに OBS 固まりますね。まあ変な時間に撮るから悪いんですけどね、大体よく言われますね、時間ですけどやっていいですかみたいな感じで。今日も相変わらずもうちょっとで朝になりそうな時間やってるんですけど、目が覚めちゃって、違う、なんだっけ、 OBS 覗いたら分かんなくなっちゃった。キヤさんまあいいとして、ボーゲーさんちょっと覗いていきますか。何やってる、あーやっぱこの2枚か。どうだろう、なんか単体攻撃が多いのでちょっと怖いけど、レフィアも攻撃に回してしまうかな。あんまりこのままだと風水師活躍できそうじゃないですよね。ちょっと1回だけこれやってみていいですかね。うわ、防具がふにゃふにゃだな。ここで一回、もし夜市の海で増殖しないんなら狩人できます。え、いいね。戦うアイテム、ゴーレムで乱れ打ってみますね。あ、やべえな、回復しなかった。良いダメージ、あー分裂するね、やっぱり。 OK、 分かったダメだ。いや、ヒットポイントちょっと高すぎでしょ。2000超えてるっていう感じ。2000っていうか2000はいかないにしても1600で死なないってことですもんね。これはまあ回復もする気なのでケアルダで全員、これはもうやっちゃダメなので防御です。あー死んだ、痛い。レイズでアイテム間に合えば、なんか順番でも違いそうな気がするだよね。まあ、全体攻撃は多分ないので、あう、4分の1勝つにゃ、ナイス。おこえピンポイントでやっぱ狙ってきましたね、怖いな。あーでもやっぱ片手だと安定しないですね。コードとかもね、あ、間違えた、危な。 OKOK、 分かりました、反省、使わない。何だったかな、情報見てるときにちらっと覗いちゃったんで、ファルガバードいけるようになったらミダルチクソ強いよみたいなの、ね、剣士しようか。あ、本当に装備できるものが少なすぎるんだよね。苦労かな、やっぱりめちゃくちゃ痛いですもんね。もういっそトンズラでもいいような気がしてきましたけどね。
メールはちょっとさすがに不安だ。デモンズメール、まあまあまあ一応稼いだから1枚買うか。なんか多分もったいないとは思うんですけどね。シールドはいいや。アイスヘルムが最強なんだ。パワーリストとアイスヘルム、あ、しょうがないねこれは。厳しいかな。あ、待ってよ、でもどうせねファルガバードじゃない、肝心のあの洞窟に行く前はこれにしとく必要ないんだ。これはもういつものやつでいきますか。バイキングで、イングスもバイキングで、アルクを、空手か、空手か、まあ後でね直しましょう。ハンマーを、維持する、ダイヤ最強にして、ここをイージス、イージス、ダイヤの固定最強、最強で装備を外す、で良いかなと。で並び替えで下げておきましょう。 OK、 じゃあ、出発しましょうか。ちょっと準備段階で結構時間食っちゃったな。ちょっとオーバーするかもですけど、こらえてください。暗黒の洞窟はね結構きつかったと思うんですよね。でも随分この世界も回りましたね。ここですね、この穴ぼこだらけのところをこういきます。これで3方向に分かれるんですけど、どうだったかな、これもうちょっと拡大できないのかな、できないか。こうか、わかんないね。これはもう行ってみるしかないね。間違えた、ごめんなさい。上、いや、じゃない、下だね。違うね。違うね。慣れてきたらね、予測がつくんですけどね。こうだね。行けるとこは限られるのかな。行けるとこ行きましょうか。特にね、他にあのこっちのルートから行くとここに行けてみたいなのはなかった気がするので、これ間違えましたね。こっちだ。音ごとく引っかかってる気がする。またあの2手先3手先考えられない人なんで、あそこから入るんでしょうかな。これダメね。よいしょよいしょ、はいはい、分かった分かった分かった。本当全部引っかかってる。あ、そうそう、インビシブルはね大砲の援護射撃があるんですよ。これちょっと嬉しいですよね。戦う、引きつける、蹴り蹴りと、でゴー、よいだ、おお、いいね。あ、まあさすがこの辺りそんな強いわけではないのね。よいしょ、あー、ダメ、このぐらいか。よしよし、 あれこうか。 OK、 この辺りから降りてくるんじゃない、これだ、これでしょ。ふう、到着。よし、じゃあここで一旦ジョブをちゃんと変えましょう。ジョブチェンジで、魔剣士、ルーネスも負けんし、はい、でイングズも負けんし、はい、でアルクを白魔導士、OK、 これで白魔導士最強でいい。で勝負じゃなくて装備に変えて、最強で装備菊一文字の一刀流、いいね。で、イングズも最強。
どっちしよう。シルクいらねえよな。これでいい。で、最強にして、並び替え。こう。で、忘れずに休んで、行きましょう。あ、でもボスがいた気がするな。買い物は忘れずに。回復薬はいっか。まあ言って、ねえ、あれがいますからね。あの、白魔導士がいるから大丈夫か。あんまり細かく考えすぎない方がいいかな。よし。じゃあしっかりアイテム回収しながら行きましょう。2個。はい。魔剣士が修行してますかね。私は修行のため、ファルガバードからここへ来た。この洞窟の怪物は普通の剣では倒せん。逆に分裂したりもするのだ。そうなんですよね。戦う。全切りがなんかいまいちですね。熟練度が上がると強いのかな。アイテムでゴーレムで、戦う。やめて。あ、先手取られるな、しかも。いいぞ。ナイスブレイク。ほんと一回戦闘しただけで結構持ってかれますね。いや、ヒットポイントも高い高い。手持ちの方がいいかな。魔法。よしよし。ラミアの鱗いらねえな。これ見とくか。これはまんまですね。さっき見たら入り組んでるかなと思ったんですけど、そうでもなかった。うーん、先制攻撃か。面白くないな。うわー、2人がかりでやっぱり、あの、一本持ちだと倒せないんだ。まあ、レベルもあるかもしれませんが、ほぼ一人でやってますよね、イングズが。ブレイクでもダメージ入るのにでかいな。何気に。魔法、白魔法ってある。え？いや？あ、でもレベル上げしといてよかった。バッカス。あら、大丈夫ですか？私の暗黒剣はまだまだ未熟だったようだ。ここであったのも何かの縁。これを受け取ってくれ。てっちゃんだ。これもこうの方がいいかな。もうあんま変わんないもんね。いや、まあこいつはこうするか。いや、ここをもう菊一文字と虎徹にして、で、ここはデモンズシールドにしましょうか。まあ、あんまり、まあ、ちょっとお味噌であれですけど、鉄ぐらい渡した方がいいのかな。どのくらい違うんだろう。こうして、あ、この辺からちょっとこんな感じになってきそうですね。これで今度は2人は多分あの一撃で倒してくれると思います。いやー、微妙か。あー、微妙だ。いやー、まあしょうがないね。まあもう1本ぐらい多分手に入るんじゃないかな、ここで。てっちゃん確か売ってなかったでしょ、普通には。1300円。あ、ちょっと危ないかな。押しとくか。どれもね、なんか変なことしてくるっていうより、なんかこう、とにかく痛かったイメージですね。なんか凍土とかしてくるやつもいたような気がするけど。うわぁ、ちょっとばらつきがひどいかな。
マスイバリなんか効果のあるものが欲しいな。空箱は一つ。上に行って左側が先だね。オッケー、分かったよ。これまあやっぱりでもマップがあるだけ楽ですね、かなり。少しね上げてはいるんですよ実は。あの前にあの熟練度上げしにあの最初の村に戻った時にですね、あの少し触ってますね。だから10以上は多分あると思います。ね、イングズ24ありますからね。なんかいいものが出ない。違う違う、魔法ケアルケアル、これでね、これぐらい。ふう、あ、魔法痛いな。もうちょっとでもいろいろ出るかと思ったんですけど、あんまりアイテムが出ないですね。二刀流で1100は美味しくないな。そうだね。ああ、もう一回戦闘にはなるかなと思った。ナイス。ここは硬いね。ほんとばらつきひどい。ブレイクの杖、ブレイクじゃない、あのなんだっけ、あのゴーレムの杖強いですね。助かる。これはどういうこと、どれかがエリアを移動するってことか。あ、移動した。ここは多分あの宝箱しかないってこと。ですよね。回復、危ない危ない。こういう時は気をつけないと。OK、行こう。ダッシュ。いやー、でも一本もないと思わなかったな。防具もないし。買っといてよかった。クロマ同士も悪くはなかったかな。あ、出た、源氏。源氏はどうしようかな。ここにしようか、装備してないですもんね。わ、買った。合流してるからやっぱこっちだろうな。で、こっちに、パワーリスト。OK、そうですね、源氏が装備できるんですよね。てっ、おい、やべ、どう、1個は行ったんだよ。ナイスナイス、いい感じ。今のは綺麗に収まりましたね。回復しとこう。いいね。まあでもほんとやっぱ白がいるとだいぶ違うのは違いますね。安定感がある。よっ、ナイス。あー、倒しきらんのか。くそ、先制された。まあまあレベルアップはねもうしょうがないですね。まあ、別に MP とかないんで、もちろん変えてもいいんですけどね。戦闘の時に使えない人が1人増えちゃうんで、ここだとね。まあバイキングとかならまあいいのか、引きつけるでね、しょうがない。あ、これ二刀流してもちゃんと抜けた方がいいような気はしますね。あの、ちゃんとっていうのがそのもうとにかく一人一冊みたいな感じで。
減らせるようにしといた方が正解だった気はします。ふう、まずは回復、キアルも順調に減ってますね。 OK、 これはこれが正解ってことかですね。これもこれは多分右側でしょうね。あ、宝箱でもほんと少ないな。よいしょ、超片手はきついな。まあ、実際終盤はね結構あれなんですよね、あの片手でもいける場面増えると思うんですけど、あの意外とこれ縦が持ちづらいゲームですよね。3は割とあのデフォルトであの二刀流をやってた気がしますね。まあでもあの白魔道士が意外とあんまりもらわずに済んでくれてんの大きいな。これ出た、聞く一文字、装備で聞く一文字とコテッちゃんで、聞く一文字とコテッちゃんで、ここもコテッちゃんとアシュラにしよう。もういいわ、ちゃんと殺せた方がいい。やばいな本当に。ケアルラ使うか。まあケアルでもよかったかな。まあいいや、これはもうそのままか。よし、いやでもうん、ちゃんと攻めて鎧買っといてよかったですね。源氏の鎧出るかなと思ってちょっと舐めてたんですけどね。まあ曖昧な記憶に頼らなくてよかった。まあお金集めしといてよかったってことですかね。こうなると防御しといた方がいいかな。安定して一人使っていけるんなら。あーダメだ、もうちょっと火力が欲しい。次は中央ですね。間違えた。ふい、あーいい組み合わせ。上2人はきっちり一殺してくれそうですね。多少ばらつきはあるか、さすがにないよね。ちょっともしかしてあれがあるかなと思っちゃいました、あの移動がね。もうちょっとか。痛いな。オッケーオッケー、いいよ。ナイス。光のカーテン、光のカーテンはリフレクか。違う違う、魔法で使うケアル23。まあでもレベル1があれだけ回数使えるのはやっぱり大きいか。あんまりブチブチ文句言っちゃいけないですね。うわバックアタックだ。あ、そっちは大丈夫、大丈夫、これいけるでしょ。もう押し切れ、ドン。ナイス。いや地味にこのゴーレムの杖が効いてる。ちょっと回復しとくか。宝箱は一つある。なんか上と下な感じしますね。ここじゃないよ。いけないっす。うん、まあやっぱあの力いずパワーですね。やっぱりあのちまちまあの盾で受けるよりはやっぱり減らした方が強い。これは素直に上と下か。
源氏の盾。わあ。やっぱり硬いね。石が変える毒強いね。いやーでもここはもう火力だろう。え？ナイス。ああ倒しきらないか。ナイスブレイク。よいよい。あ、違う違う。いや。ふう。け？いやでも分裂系がこんなに強いと思わなかったな。ヒットポイントこの上がり方がちょっとおかしいですよね、これまでと比べて。だいたい1000ぐらい与えたら倒しててましたから、強いやつもね。あのさっきのあのバハムトとか、あの洞窟もそうですし。宝箱が一つだけある。これか。あれ違った。今ほやだな。ショー。さあ、いや生き残るか。なんだ妙に硬いな今のやつ。チェルソン。これだけだね。ちょっと待てよ。左に行って上行くだけかな。源氏の兜、これは被りましょう。まあ、重さとかはね、もうないはずなんで。ちゃんと強いですよ。で、ここに、アイセンの兜もらえますか。よし、これでまあ一応形にはなりましたね。左から、あ、間違えた。なんで間違えるんだよ、見たのに。え？え？あーやりでないか。ボケ。なんかちょっと火力が落ちてきた気がする。結構持ってかれましたね。レベル1がもうちょっとしかない。そろそろ奥に着きたいぞ。待てよ、でもこれここクリアしたらもうあとちょっとのはずだな。オッケー。ふう。いやー、あーここが最後か。これは多分、まあこれはこっちですよね絶対。大丈夫だよね、ヒットポイント大丈夫。オッケー。ここまで来て失敗はしたくない。まずはこれを見て、これ絶対違いますね。でまずは置くと。強い。ふう。いけ。普通に考えたらこんなにダメージ当たる必要ないんでね。片方でも片手でいいと思うんですけど。片手にすると一気にこうダメージが落ちる感じがしませんか。やりましょうか。まああのハイポーションもあるので。奥だったね。あっ、うそぽーん。ちょっと戻ります。間違えてましたよね今。あの確か上から行けましたよね。上っていうかあのダメージの安定しなさ。え？やっぱ魔法防御力は高いね現実シリーズも。だよねやっぱり。気づかなかったな。よく見たら隙間が確かにありますね。うん痛い。
当て受けしながらこう戦闘2ターンで倒すより絶対1ターンで1つ訪問削った方がいいような気はするんですよね。なんだ、源氏の鎧出ましたね。源氏の鎧ありました、まあ、これはもうあんまり意味がないな、持ってるからね。まあこれはあぶれはないので、まあまあでもここまで来るのにおそらくあのデモンズメールもう一個買ってないと無理でしたね。あと、あーやられた、多分ですけど、あの仮にあの風水師とかしてたらあのダメージ足りてないですね。火力不足でもっときつかったと思います。これはレイズ使った、まあいいか、レイズ使うか。ここはねなくてもいいから。レベル1がなくなりましたけど、ここからはちょっと一応念のためにハイポーションを使いましょう。こういうのがねお金持ってる強みですよね。え？よし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 。あでも本当あの火力はとんでもないので魔剣士はね、なので割とあのこの後もねずっと使うっていうことも多かったですね。これだ、これで合ってるね。よし、これが最後だ。よし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 。この奥で多分この様子はもうボス戦ほぼ確定でしょうな。なんかいた気がする。まあしかしできることもない、そういう意味ではオートでも問題なし。え、回復もあの500ずつと思えばあんまり難しく考えなくていいな。あこれは取ってから出るパターンだね。ポーションなんかすぐなくなるわな。他にできることはない。レッツゴー、行け。血の牙だ。長きにわたる封印を破る者は誰だ。何かが4人を襲った。そうだよね、なんかそんな気はした。ヘカトンケイルですね。ヘカトンケイルって何の魔物でしたっけ。なんかあの私はなんだとかペルソナ2のイメージがすごい強いんだけど、目目がいっぱいある。まあまあ古い話ですね、これまた。魔法、こいつは確か攻撃弁当だった気がする。プロテス戦う。うわー、何こんなことしてくんのか、やめろそれは。そう、なんかあんまりこう賢そうじゃない雰囲気だったので、これはもうしょうがないね。戦う魔法で、ケアルダー、いやケアルがもう1回は使える。とりあえずケアルダ戦う。いいね、回復追いつく。連発か、やめろ。強いダメージ。なんか連発してきそうですな。かといって魔法を防ぐ方法もなし。ヘイストしておけばよかったかな。一旦潰してヘイストする。ウクスがちょっとやばいけど。で、アイテムでなんかないかな。フレクって効くのか。まあでも1個しかないんだよね。ちょっとさすがにこれを使うほど強気にはなれないな。バカスの先自分で使った方がいいんだろうけどな。ハイポでいくか。うわもうクエクレンダーだなこいつ。これなんか対策できればひょっとしていけるんじゃねえか。あ倒した倒した、よかったよかった。まあ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 言って
強いですね。あの魔剣士のあの暗黒剣もね強いですね。いやいやいや、まあなんとか無事にクリアですな。おい、土の牙を手に入れました。これで4本の牙が揃いましたね。さあ、動画と畝の松、動画の館へ行かなくては。そうですね、動画の館に戻るんですけど、まあこれ当然ですけど、あの帰れよっていう話なんで、まあまあテレポもしくはあれですね、ラッコの頭で帰りましょう。よし、じゃあもう1時間過ぎちゃったかな。過ぎましたね今日は、ごめんなさい。じゃあここまでにしましょうかね。どうしようかな。いやまあとにかくここまでにしましょう。次回はどうしようかな。いや実はですね、まあちょっとさ今までみたいな感じでちょっと先取りで行って戻ってくることも可能なんですけど、割といいものがあるんだよね。勝てればどうということはないんだけど強いだろうな。まあ、いけなくはないか。じゃあ次回は素直にやっぱ会いに行きましょうかね。よし、じゃあ今日はひとまずどちらにしても今日はここまでにしましょう。で次回はちょっとさすがにね、ここからやり直すのちょっとさすがにな場所なんでね、ここもこの山越えはもうしてから始めたいと思います。まあそうですね、まあまあとりあえずここは抜けてから始めたいと思います。はい、ではすみません、今日はちょっと時間結構いっちゃいましたけどね、まあなんとか思ってた以上に分裂系のモンスターの体力の高さと攻撃力の高さにちょっとびっくりしましたけど、まあ侮れないですね。レベルは低い方ではないですかね、やや高ぐらいでは来てはいると思うんですけど、まあそれでもなかなか強かったですね。まあ、また全切りっていうやつがもうちょっと使えないかなとは思うので、ちょっとそのあたりも見てみましょうね。熟練度もそこそこ上がったんじゃない。あーですね、イングズはもう30なんで、まあ、30って言ったらもうかなりはっきり強くはなってくる頃なんで、まあ、イングズにちょっと使わせてみて、帰りにでもですねちょっと使いながら確認してみたいと思いますよ。はい、では今日はここまでしましょう。皆さんどうも長時間ありがとうございました。またよかったらお会いしましょう。ではさよなら。もう少しですね、ストーリーももう佳境まで来ました。もう後半に入ってあと4分1はあるね、絶対1はあるかな。4分の1ない、まあいいわな。あんまり細かいことどっちもいいですね、すいません長くてごめんなさい。じゃあここまでしましょう。では、さよなら。バイバイ。